自分が働いてお金を稼ぐってことは結構一生懸命やってたりするんですけどね、私はそれとは全く真逆のお金に働いてもらって増えてもらうっていうね、そんなことを教えてたりするわけなんですね。もう今日はですね、もうシャンチさんにお金のことをもう根掘り葉掘り聞いて、ちょっとお金の知識をちょっとねつけていきたいなと思ってるんですけれども、はい、これですねシャンチさん、はい、ズバリ多くの方々が、うん、まあ、知らないと損するお金の話っていうことなんですけど、結構知らなくて損してることっていうのがあったりするんですか実際。まああったりしますね、こういうタイトルつけるだからね。ちょっとですね、まずはその、はい、ズバリのところ話を聞く前に、うんうん、シャンティさんが今このね、うん、資産形成ナビゲーターっていうことなんですけども、それ以外にも実はね、このお財布携帯発明したりとか、皆さんね、i モード、ね、昔ドコモのね、i モードとか使ってた方だったら、もう大体の方はもうシャンティさんが発明した、開発したものは、まあ、使ってるんじゃないかと。いうところじゃないですかね。あとこのお財布携帯と、まあね、あとあれですよね、エディ、あ、そうエディね、電子マネーね、電子マネーのエディとか、もうねこの輝かしい経歴を聞くと、もうシャンティさんバリバリもう PC もう同時に4台ぐらいこうやってカチャ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 ってやってるかなと思いきや、結構いやパソコン苦手でさみたいな。そうなんだよね、いやこれねっていつも言いますけどね、まあ嘘じゃないかなって僕はね。いやそんなことない、正直。本当ですか。そう、そういうのはね、お財布携帯も特許18件ぐらい取ったんだけど、すごい。でもね、どういうわけかパソコンは苦手なのよ。もうここがねもう謎なんですよね。18件も取っといてね、どういうことですかっていうところで、そう発明家なんですよ。本当にもうね、もう平成のエジソン、令和のエジソンといったところでしょうかね。そうなんですよね。まあ昔のことだよね、お財布携帯ももうずいぶん前だからね、2003年ぐらいでしょ。そっか、2003年って言ったらもうほぼほぼ約20年ぐらい、ね、うん、前になりますけれども、そうなんですよ。まあとにかくすごい方なんですけども、なんでじゃあね、そもそもそういったアイモードとかそういったとこ、エディとかいろんなもの発明しているシャンティさんが今資産形成ナビゲーターっていうことなんですけども、ここになった経緯っていうのをねちょっと簡単に教えてもらってもいいですか。はいはい、ありがとうございます、うん、まあ僕ね2007年に起業、独立起業したんですよね、うん、でまあ何、お財布携帯の発明者とか多少名前もあったおかげで、はい、まあ、企業も出資してくれて1億円ぐらい集めたんですよ、資本金ね。ところが、左打ちは、いや普通はそうなんだけど、はい、2008年にリーマンショックがあったじゃないですか、はい、そういうのもあって、まあ、私も全然ビジネスが下手くそで、5年経ったらね、創業5年でなんと1億円が溶けちゃったんですよ。もうあの頃大変だった。それで、まあ今までやってたビジネスを、まあちょっと瞑想もやってたんでちょっとやめてね、うん、ネットショップをオープンしてそこで盛り返していくんですけど、ネットショップ、うん、物販ね、うん、でそれで多少は少し0円から少し盛り返してきたんだけど、はい、急にですね、まあ、超忙しくなっちゃったのもあるんですけど、いろんなことが対応できなくなっちゃって、うん、ネットショップが閉鎖されたことがあったんですよ、うん、そうすると急にまた働けなくなっちゃうじゃないですか、うん、ね、で困って、で2つのことをやったんです、はい、まあ、1つはね、もう自分だけじゃ手に負えないと思ってチームを作ったっていうことね、うんうん、でもう一つがね、急にこんなネットショップが、うん、急にですよ、そのモールの意向で閉鎖されたりしたらかなわないと思って、うんうん、こうやって自分が働けないこともあるんだな、そんな時どうしたらいいかなって考えて、ここがね、お金を働かせるってことをやったんですよ。あ、近づいてきましたね。そう、それがね良かったんです、
ですね、今にして思えばこのコロナで急にね、この感染症が流行ったおかげで、うん、飲食店がね急に振るわなくなったり、飛行機業界ね、あるいは旅行業界、ホテルが振るわなくなったり、急に変わるわけですよね。うん、そんなこと想像もでき しなかったのに。っていうような時にね、まあ、お金が働いてくれたんで、私はね、大きな影響は受けなかったんですよ。はあ。やっぱりそれが大きかったんですね。だから、去年の年末とかも、もうそんなのコロナとか関係なくプーケットまで行って帰ってきてもう2週間隔離全然 OK って言って、もう隔離を楽しみながらもう毎日隔離生活をライブ中継してもう何の別に影響もないけどみたいな、そういうことだったんですね。いや、あれは隔離期間中やることなかったからライブやったりとかファスティングやったりとかね、せっかく14日間もね何もやれ出かけられないですよ、うん、そしたらなんか ねやれることって何があるかなって考えたら、あ、ライブしてもいいやとかね、ライブしてっていうね。そうなんです、僕ね本当にそういうの経験がないので、その話を聞いてね、本当に毎日なんか隔離してちゃんと家にいるかどうか確認されるなんか、そうそう、アプリでね、アプリがあって、だからもうそれで家から出てたらまずいっていうので、ちゃんとそうやって監視されてるっていうことで本当に何にもできない、まあ、家から出れないっていうかねっていう状況なんだっていうのもまあ聞いてびっくりしましたけど、でもそんなの別に、そう、ねね、痛くも痒くもないと。お金が勝手に働いてくれてますからみたいな、うん、そういう状況ですね。皆さんいかがでしたでしょうか。もしね気に入っていただけたらぜひ、下のところからチャンネル登録をよろしくお願いします。